荷物移動させてほしいのですが。日本では様々な場所がバリアフリー化されていますが、バリアフリーという言葉の意味をご存知でしょうか。バリアは障壁、フリーは取り除くで、障壁を取り除くという意味で名付けられています。家をバリアフリー工事するときは、バリアフリーリフォームと言いますが、これは建築用語なのです。皆さんはバリアフリーというとどんなものを想像しますか？多くの人は街中にある黄色い点字ブロックやスロープなどを想像するのではないでしょうか。さて、今回はあるアメリカ人女性のお話です。彼女は足が不自由で車椅子生活をしている母親と日本へ旅行にやってきます。彼女たちは一体日本でどんな体験をしたのでしょうか。ぜひ最後までご覧ください。障害者に優しい日本の対応に感動。私の名前はレベッカ、アメリカ人よ。今はママと妹と私の3人で暮らしているの。ママは3年前、交通事故に遭って車椅子生活になってしまったの。だからママが外出をするときは、私か妹のどちらかが必ず付き添うようにしているの。私はフリーランスだから自宅で仕事をすることが多いんだけど、妹は私一人でママを介護するのは大変だろうからと、仕事をリモートワークに変えて、一緒にママの面倒を見てくれているの。ママは昔から旅行が大好きで、長期休暇の時は必ずどこかへ行っていたんだけど、車椅子生活になってからは全く旅行に行かなくなった。私たちが旅行へ行こうと声をかけても、あなたたちに迷惑をかけたくないのって聞いてくれないのよね。だったら環境が整っているホテルを探そうと思ってパソコンを開いたの。私のパソコンは時々ママも使うんだけど、検索履歴を見たら旅行会社のホームページや日本の観光地がいくつも出てきたの。それを見た私は、妹にママを日本へ連れて行きたいと相談してみたわ。妹も旅行が好きで、ママが車椅子生活になる前まではいろんなところへ出かけていたわ。だから今回の旅行がどれだけハードなのかもよくわかっていた。それでも私たちは諦めきれなかったわ。しばらく妹が日本で車椅子移動をする時のことをいろいろ調べていたら、とっても素敵なウェブサイトが見つかったのよ。それはある車椅子ユーザーの男性が開設したサイトで、アクセシブルジャパンという名前よ。彼はとても日本が大好きで、車椅子を使いながら何度か日本へ旅行に行っていたんだけど、あまりに日本が大好きすぎて日本に移住し、日本国籍まで取得しているのよ。すごいわよね。彼は日本がどんなところなのか、車椅子で行くときはどんなことに気をつけたらいいのか、旅行には何を持って行ったらいいのかなど、車椅子ユーザーにとってとても素晴らしい内容を紹介してくれていたわ。ウェブページにはいくつかカテゴリーが分けられていて、日本への行き方、交通機関の使い方、トイレの使い方、障害者割引の説明などいろんなことが書かれていて、とても心強かったわ。交通機関のカテゴリーには、空港や電車、バスや新幹線のことをそれぞれ記載していて、新幹線の項目では、新幹線は4つの JR グループが運営している高速鉄道です。本州から九州までのほとんどを結んでおり、世界的にも一番利用客が多いと言われています。車椅子ユーザーがチケットを購入したい場合は、座席の数が決まっているため、指定席を購入しておくと良いでしょう。乗車券のみを購入して、車両の間に座ることも可能ですが、確実に席を確保したい人は、指定席を購入されることをお勧めしますと記載されていたの。新幹線のチケットの購入方法がわからなかったから、この情報はとても助かったわ。他にも車内の雰囲気が簡単に書いてあったの。指定席を購入すると、車椅子対応のトイレが
同じ車両内に設置されています。そんなに広くはありませんが、車椅子が1台入っても十分なスペースです。ママは車椅子生活になって、外出をするときにいつもトイレ問題をすごく心配していたから、とても安心したわ。これだけ細かく丁寧に情報が載っていると、私たちも安心できるし、なんとなくイメージがつきやすいわ。アクセシブルジャパンは、私たちにとって神様のようなサイトね。ママが旅行を躊躇した理由はもう一つあるの。実は、車椅子生活になってから、一度だけ韓国へ旅行に行ったの。ママは韓国料理が好きだから、とても楽しみにしていたわ。だけど、実際に行ってみるととても大変だった。空港内はバリアフリー化されていて、移動もとてもスムーズにできたわ。空港を出て地下鉄に乗ろうとした時に、ホームの車両の間にスロープを出してもらいたくて、駅員にお願いしたの。駅員はスロープを設置してくれたんだけど、普段からあまり整備されていないのか、とてもガタガタしていて、転んでしまわないか見ているだけで怖かったわ。電車を降りる時も同様で、ママは二度と韓国で電車に乗りたくないって言ったの。しかも降りる駅で駅員はスロープを忘れてしまっていて、5分ほど電車が遅延してしまったのよね。そのせいで他の乗客から冷たい目線を浴びまくりだったわ。電車の中でも大変だったわ。韓国人って冷たい人が多いのね。私たちは車椅子専用のスペースにいたのに、一般の人が大きな荷物をいくつも置いていて、乗り降りが大変だったの。私たちは荷物の持ち主に、少し荷物を移動させてほしいって声をかけたんだけど、完全無視。呆れて何も言えなくなったわ。それに、街を歩いていると舗装がとても悪いのよね。どこもかしこも道がでこぼこしていて、車椅子を押すのも大変だったわ。ゴミもその辺にたくさん落ちているし、街の管理が全くできていないと感じたわ。そもそも韓国人の意識が低いのかしら。最悪だったのが、落ちてたガムを車椅子で踏んでしまったことね。車輪に張り付いて落とすのが大変だった。そうそう、アメリカでも道によっては歩道が狭くて障害物が多いところもあるのよね。季節によっては枯葉が落ちてたりして車輪がとても汚れてしまうの。そもそも車椅子で凸凹な道を進むと振動で気持ち悪くなったり体調を崩すこともよくあるのよ。ヨーロッパの駅の方ではバリアフリーが随分進んでいて、車椅子のまま階段を上がることもできるのよ。階段に車椅子専用の昇降機がついているの。それに駅の入り口からホームまで段差がないの。イタリアの方だと電車の路線図の駅名の横に車椅子のマークが書いてあるらしいわ。ほとんどの駅は車椅子ユーザーも利用できるようになっているんだけど、車椅子のマークが書いていない駅はまだバリアフリー工事が進んでいなかったり、看板やボタンの表示がイタリア語のみであったりして、まだまだ改善しなくてはいけないそうなの。こんな風にいろんな国でバリアフリー化を進めているのに、韓国はまだまだ追いつけていないみたい。そんなことがあったからママは旅行に行けなくなってしまったの。だけど今回の日本旅行は絶対に連れて行きたくて、私と妹は一生懸命ママを説得したの。初めは少し渋ってたけど、やっぱり日本には行きたかったみたい。ママは、あなたたちに迷惑をかけちゃうけどって言いながら喜んでくれたわ。それから無事に日本へ飛び立ったんだけど、空港に着いてまずトイレに驚いたわ。日本では車椅子の人が使えるトイレを多目的トイレっていうのね。私も入ってみたんだけど、とても綺麗で広くて感動しちゃった。洗面台も車椅子ユーザーが使いやすいように低く設置してあるし、洗った手を乾かすエアーもついてるのね。空港を出てそのまま東京の江戸東京博物館に行ってみたの。入場料を払おうとしたら、ママが車椅子だから
ママと付き添い人の2人は入場料がいらなかったの。日本ではそんなサービスをしているのね。そういえばアクセシブルジャパンにも書いてあったなと思いながら、とても嬉しかったわ。館内もバリアフリー化していて、多目的トイレもちゃんとあったわ。後になって知ったけど、日本のほとんどのお店や施設には多目的トイレがあるみたいね。アメリカだと限られているからとても驚いたわ。展示もすごく見やすかったし、日本の過去の姿を学ぶことができて、なんだか嬉しかったの。そうそう、ママは自分の車椅子を使っていたけど、博物館の中では車椅子を貸し出してくれるのよ。それに博物館を出るときには、ガードマンがにっこり笑いながら入り口を開けてくれて、とても温かい気持ちになったわ。博物館のそばには相撲博物館なんていうのもあったから、これから日本を観光する人はぜひ行ってみてほしいわ。次の日は浅草寺ってところに行ってみたの。浅草寺は年間に3000万人の人が来るそうよ。その中の約800万人は外国人観光客なんだって。寺院内は未舗装のところもあったけど、ほとんどの場所が丁寧に舗装されていて、車椅子で通る分には何も問題なかったの。本堂まで行って参拝することもできたし、ママはとても満足げだったわ。本堂の横にはエレベーターが設置されていて、プライオリティエレベーターって表示されていたの。そこには、このエレベーターは体に障害がある方、妊婦の方、ベビーカー利用者の専用エレベーターですって書いてあってびっくりしたの。エレベーターも本堂と同じ色味にデザインされていて馴染んでいたわ。電車にも乗ってみたわ。ママは韓国でのことがあったから少し不安だったみたいだけど、そんなものはすぐに消えたみたい。日本の駅ではバリアフリー法というものがあるらしく、段差のない線路にしてスロープやエレベーターの設置がされているの。都心の方になると1日に利用する人が3000人以上いるから優先的に整備されているらしいの。東京メトロや都営地下鉄ではサイトで駅ごとのバリアフリー状況がわかるらしくて、私たちも重宝したわ。バリアフリー便利帳っていうのも配布していて、車椅子対応のエスカレーターや階段昇降機の対応場所も詳しく掲載されているの。今回の旅行で私はバリアフリーの設備についていろいろ調べたり本を読むようになったわ。車椅子だけじゃなくて、さまざまな障害に対してのバリアフリーについて学ぶようになった。いろいろ調べていて気づいたんだけど、私たちにとって一番重要なのは視覚ね。よく視覚は五感の中の王様って言われているけど、本当にその通りよ。今回旅行を楽しんだ日本でもバリアフリーの表示があったからこそ利用できたけど、なかったら何もわからなかったもの。そういえば、点字ブロックが日本発祥なのって知ってる？点字ブロックには表面のデコボコ部分が線のタイプと点になっているタイプの2種類じゃない？実は線のタイプは誘導するためのブロックで進行方向を表しているのよ。点のタイプは危険な場所や誘導対象の施設を知らせる警告ブロックよ。足や杖の感覚でも分かりやすいデザインにされているわ。街の景観を大事にしているところもあるから、目立たない色で設置してあるところもあるのよ。こうして障壁を排除していくことが一番大切なことじゃないかしら。そう思うと日本の点字ブロックは最高ね。他にも博物館に行った時に音声対応っていうシステムを知ったの。これは博物館だけじゃなく映画館や動物園、水族館にもあるシステムで、展示しているものを音声で紹介してくれるの。全盲の人だけでなく弱視の人にもいいシステムで、どんどん普及しているみたいね。ウェブサイトでも読み上げ機能がどんどん普及してきているもの。弱視の人は見ることが難しくても音声を聞けば解決につながりやすくなるわ。日本の自治体サイトの専用のアプリとかがなくても、
すぐに音声を聞くことができるし、読み上げの速度やボリュームの設定も自由に変更できるの。それに日本の信号機って音が出るところがあるのよ。車の多い交差点とかで見かけるんだけど、方向に合わせて音楽を分けているの。どっちの音楽が東西なのか分かりやすくてとても便利よね。こんな風に人は視覚に大いに頼って生活しているの。今はインターネットが当たり前の時代だけど、時代が進むごとに視覚障害がある人はどんどん取り残されやすくなっている。じゃあそれを防ぐために何をすればいいのか、そこを考えることでバリアフリーにつながるって分かったの。私たち家族はこの日本旅行で大事なことを学んだわ。障害で悩んでいる人たちがもっと過ごしやすくなるような世の中にしたいわね。海外の反応。今の時代、多様性が重視されている。日本人は多様性を許容している。だから日本のバリアフリー対応がこんなに素晴らしいんだと思う。それにアクセシブルジャパンを立ち上げた管理人も素晴らしいね。僕も日本へ行くときはアクセシブルジャパンを見てから行くよ。韓国だけに限らず車椅子専用スペースを使う人は多い。ここは車椅子専用ですってもう少し表示を強化できないかな。知らないで使っている人も多いと思う。点字ブロックって視覚障害者のためにあるものだったのか。知らなかったよ。今まで雨の日とかの滑り止めだと思っていた自分が恥ずかしいし情けない。視覚障害者じゃなくても人間は年を取れば視力が下がって目が見えにくくなる。だから音声対応はすごく評価するよ。世界中のネットワークに音声対応がつくと最高だよね。バリアフリー対応が国によってこうも違うとは。韓国があまり良くないのは知っていたけど、ここまで落ちているとはね。なんだか情けないよ。ママさんがまた旅行に行けるようになってよかった。私たちも日本を見習って、もっとバリアフリーについて真剣に考えなきゃいけないと思うの。いろんな施設で車椅子の貸し出しがあればいいのにね。日本の多目的トイレは結構使いやすい。健常者でも使えるように、洗面台が車椅子ユーザー用と健常者用の2つあるところがあって驚いたよ。それぞれにハンドソープやエアーもあったよ。日本は飲食店にも車椅子スペースがあるところがあったよ。どんな人でも受け入れる姿勢に感動したよ。私も車椅子ユーザーです。レベッカさんのお母さんのように、私も外出を躊躇してしまいます。私は先天性の病気です。旅行にも行きたいけど、人に迷惑をかけると思うとなかなか行く気になれません。でも、レベッカさんの投稿を見て、日本に行ってみたいなって思いました。日本に行ったら、お寿司を食べてみたいの。それに、お蕎麦や天ぷらも。お金を貯めて、日本に行こうかな。障害があっても旅行を諦める必要はない。俺たちもバリアフリー化についてもっと声を出していかないと。レベッカさんは今回の日本旅行がきっかけでバリアフリーについてもっと考えるようになったようですね。私たちが普段何気なく生活をしている中にバリアフリーのものはたくさんあります。しかしそれでもまだ危険な場所も多いですよね。私たちも気づいたことは声に出して世の中に発信していきたいものですね。皆さんは日本のバリアフリーについてどこを改善したら良くなると思いますか？ぜひコメント欄でお聞かせください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白いと感じたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた。次の動画でお会いしましょう。